さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、パズドラ公式要素をまとめパート3ということで、既存キャラのね強化情報を見ていこうと思います。今回はモンスター進化に加えてフェスゲンの強化といっぱい実装が来ております。まあ、全部見ていこうと思います。いきましょう。まずはこちらから。はい、まずはアモンが超転生進化します。はい、イベントメダル虹とベルトの奇跡で進化するんですが、性能はこんな感じですね。まず変身前がこちら、バインドスキブスキブで、スキルが2ターンヘイストに変身です。リーダースキルは指8秒固定で、水 HP が 2.5倍、水6個消して攻撃力が16倍と。進化後はこんな感じですね。バインドを7強烈無効感に水烈3つです。スキルは1ターン自分の攻撃力が3倍、非お邪魔毒爆弾を水ドロップに変化と。これが2ターンスキルですね。普通に変換では強そうで、7強烈に無効感あるので火力としても十分いけそうですね。水が副属性と主属性どちらもついてるんで。はい、ただまあ上限解放を持ってない変身キャラなんで、そこは注意が必要ですね。リーダースキルは指8秒固定で、水の HP が 3.2 倍、水6個消して攻撃力が20倍、2コンボ加算です。まあ、ある意味変身キャラの残念なところっていうかね、まあ水、そうですね、これ火力出しやすいとはいえども、副属性は火力そんな出ないと思うんで、なんかね強いからこそ残念な性能ではあるかなって感じはしてますね。やっぱ変身キャラなんでね。ただ普通のガチャキャラの性能とは思えないぐらい強くなってるんで、こういう点では変身キャラになるのはかなりいいのかなとは思いました。超伝説も強いけどね、この変身かなり強いと思うんでね、結構期待値高くなってきましたね。これによって変身のキャラもバンバン増えてくるといいですね、ガチャキャラで。はい、これがまずアモンです。続きまして毛利ですね。こちらもこんな感じで超転生進化いたします。はい、バインドスキビ4つ封印お邪魔プラス10強水列3つ持ちです。超額は10強スキブプラス操作負荷無効感ダンジョンボーナスです。火力枠としてかなり強いですね。でスキルは全ドロップの6個を解除し、火水ドロップに変化、2ターンの間ダメージ軽減が13ターンスキルです。リーダースキルは水6個消してダメージを 60% 軽減、攻撃力が5倍、固定300万ダメージ、スキル使用時攻撃力と回避力が4倍って感じになってます。はい、普通にねシールフパーティーのサブで使えると思いますし、アタッカー枠としてね、まあ普通に水列3つ持ちなんで、ロイヤルオークパーティーとかに入れてあげてっていう運用方法もできるかなとは思う。まあ実際の話なんですけど、まあ超転生キャラっていうのはガチャキャラの強化後なんで、もちろん理想サブにはねかなわないんですけど、それでも思ったよりスキルも強いしね、結構優秀になったんじゃないかなと思います。2ターン撃撃は普通に優秀やもんね。はい、これが毛利って感じになってます。はい、これが今回のね既存キャラ強化情報です。普通のガチャキャラにしては思ったより強化もらってたんで、かなり評価高くなったかなって感じです。あ、もう毛利に関してはまあちょっとねあれですけどね。はい、そんな感じが今回の超転生2体となっております。はい、さあ続きましてこちら、やっぱ今回のメインと言っていいでしょう、大魔女10体強化決定です。厳密には進化前進化後いっぱい強化くるんで、もうやばいですね。はい、じゃあ実際に見ていきましょう。まずはマデューからですね。はい、バインドスキブ6個封印無効感比率3つになります。でスキルは1ターン3コンボ加算ダメージ激減、敵の行動2ターン遅延が10ターンスキルと。リーダースキルは4コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍、指3秒延長、ドロップ6個消してダメージを半減、攻撃力が5倍です。はい、半減軽減になったんで、普通にまあリーダースキルも悪くはないのかなって感じはしますね。もともとが軽減しかなかったからね、思ったより強化もらったんじゃないかなとは思います。はい、あとスキルに激減ついたのもめっちゃいいですね。まず進化後、バインド、スキブ、封印、10強、ベイ3つに無効感2つです。火力は結構良さそうですね、これ。スキルは1ターン3コンボ加算にダメージを激減、敵の行動2ターン遅延が10ターンスキルです。リーダースキルは火の攻撃力が5倍、HP と回帰力が2倍、指3秒延長、ドロップ5消しダメージを軽減、攻撃力が4倍って感じになってます。さあ、これがマデですね。マデに関しては、まあこれ今性能パッと見た感じだと、まあ最強リーダーランキングのまあ、1位か2位ですね。デイトナと競えるかぐらいには強くなるのかなと思います。っていう茶番動画をこの前撮ったら本気で信用する人なんでやめとこうと思います。まあ、普通にマデュー自体はそうですね、別に強くはないですね。ただまあ僕好きなんでね、いいと思います。はい、まあなんかね、実際でもねこれ10強増えてるんでね、一概に強くないって言い方よくねえんだよな。いや普通にね10強増えてるんで意外と本当に使えると思うんですよね。まあ、またもう実装されてると思うんでね、また使っていこうと思います。はい、で続きましてリーチですね。リーチに関してはこんな感じ、覚醒は変わってません。覚醒変わってないの？え？スキルは全ドロップの6個を解除し、5属性プラス回復ドロップに変化、5ターンの間ダメージ吸収属性吸収無効です。そしてリーダースキルですね、3色同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が4倍、水4個消しダメージを軽減、攻撃力が5倍って感じになってます。はい、
5ターンダメージ吸収属性吸収無効ですか。なんかやばいスキルになりましたね。はい、進化後もこんな感じで5ターンです。25ターンかかっちゃうけど、3ターンから5ターンになったんでかなりやばいですね。ただまあ実際火力も低いし、まあ、まあまあ妥当なのかな。リーダースキルは7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が20倍、4色同時攻撃でダメージを半減、指に秒延長です。まあ確かにあのこの強化得たからといってリーチが使われる未来が今のところ見えないんで、まあそう考えると普通に悪くないかなと思います。なんなら周回とかで25ターンの5ターン属性吸収ダメージ吸収無効スキルとしてアシストで使われそうだ。なんなら5ターンってって考えると使い道できたな。おめでとうございますリーチさん。これがリーチの性能となっております。はい、さあ続きましてゼラですね。ゼラも強化入ります。スキルは1ターン4コンボ加算にダメージを 80% 軽減、全ドロップ6を解除し、木と回復ドロップに変化が9ターンスキルです。リーダースキルは受けるダメージを常時半減、木の攻撃力が5倍、木のロー攻撃して攻撃力が3倍、4コンボ加算です。進化後はこんな感じ。スキルは同じくね、 80% 軽減、4コンボ加算、6回と2色陣と。リーダースキルは受けるダメージを半減、木の HP が 1.2 倍、攻撃力が5倍、木の2コンボで攻撃力が4倍、3コンボで5倍って感じになってます。ふざけてんのかリーダースキル。なんだ HP1.2 倍半減って、なんだこれ。これ強いように見えて強くねえだろこれ、ふざけんな。何が 1.2 倍半減だよ。でサブに関しては普通にスキルしては強いけど火力がなーって感じですね。これがゼラです。小学生でも増えればよかったんですけどね。なんか思ったより強化入ってないなって感じはします。まあそらそう、そらそうよね。普通にそらそうなんですけどね。大魔女っつってもバデューリーチゼラに関してはめちゃめちゃ前のキャラなんで、もちろんこんぐらいの曲入ってるだけありがたいんですけど、ほんと偉そうに言うとちょっと使い道欲しかったかな感はある。ただリーチに関してはそういう点使い道できてるんで、これめちゃめちゃいい強化ですね。よく考えればゼラももちろん悪くはないけど、結構現状貴族性のあれを見てる感じはうーんって感じはありますね。バデューは可愛いから OK。で続きましてサレーですね。サレーに関しても強化入ります。まずは進化前、バインド、ダンボ、スキブプラス、封印、指延長プラス、チーム HP2 つにチーム回復2つです。もともとは指延長とスキブが1だったんですよね。そう、指 0.5 秒とスキブ1だったんだけど、スキブ2と指1秒になりましたと。スキルは敵、全ドロップを光ドロップに変化して、自分以外の味方スキルを2ターン貯まるが17ターンとなってます。はい、花火が19ターンから17ターンになったんですね。でリーダースキルも攻撃力10倍に上がったんで少し使いやすくなりました。これがサレーネです。はい、サレーネ進化後、スキブ4、封印、無効感、ドラキラ、神キラ、悪魔キラ、マシンキラ、バランスキラです。もともとスキブ2だったんでこの強化はめっちゃでかいですね、スキブ4は。でさらにスキルもね、今回17ターンになったんでめっちゃ使い勝手良くなりましたね、サレーネ進化後周回要因として。でリーダースキルは光3焦げして攻撃力が上昇、最大25倍、指2秒延長に、光の HP 3.2 倍って感じがされるとなっております。なるほどね。これ普通にでも結構ね、サブ要因では周回要因でかなり強くなりましたね普通に。ベロアはスキルが強化されて、1ターンドロップのロックを解除し、人光ドロップを闇ドロップに変化、1ターン回帰力激減して自分の攻撃力が20倍です。お前結構強なったな普通に。これ普通に強いぞマジで。アシストもできますし、何よりこれ進化後闇だと思うんで結構強くなってますね。リーダースキルはダンジョン潜入時リーダーの時卵ドロップ率が少し上昇、5コンボ以上で攻撃力が10倍って感じになってます。はい、まあ、ベロアキティにバーを奪われてる感はあるけど、それでも強くなったかなって感じ。周回よりかはね、ベロは普通にもう攻略で強そう。バインド、指、スキブ、封印、10強、闇列3つ、枝豆です。10強増えたのでかくね進化後。でスキルはロック解除して、人光闇に変化、1ターン回帰力激減、自分の攻撃力が20倍と。リーダースキルは落ち込んだし、3コンボ以上で攻撃力と回帰力は3倍、闇6攻撃したダメージを半減、攻撃力が8倍です。普通に10強闇列3つなんで火力要因でも強くなってるんで結構使えそうな感じはありますねこれ。まあまた実装され次第使おう、あでも実装されてんのか、まあまた使おうと思います。結構おもろい性能だったねベロは。いいっすねこれ。でファスカですね。ファスカ強すぎてスキルしか強く入りませんでした。ケサドロップ、バインド、覚醒無効全回復に1ターン指と自分の攻撃力が2倍が5ターンスキルになってます。はい、自分の攻撃力2倍が増えてますね。あと指も2倍になりましたね。でファスカ武器に関してはケサドロップ、バインド、覚醒無効全回復、3ターン回復と指が2倍が12ターンスキルです。これ12ターン普通に強いですね。強く入りました。さあ続きましてネレですね。ネレに関しては自分の攻撃力5倍が増えております。4ターン吸収無効に変わりはません。自分の攻撃力が5倍になりました。はい、
で、寝る武器に関しては2ターン属性吸収ダメージ吸収無効化、左端を闇に右端を確認化が18ターンスキルって感じです。これもね22から18に減っております。で、続きましてレムーですね。レムーに関してはこんな感じ、スキルが1ターンランダムでルレット1個生成に、1ターン指火の攻撃力が2倍と、これが2ターンスキルですね。もともとが3だったかな、3だったんで2ターンスキルに強化入っております。リーダースキルは火の全腹が 2.5倍、6コンボ以上でダメージを軽減、火の6個消して攻撃力が9倍、固定500万ダメージです。普通にレムー強いな、結構スキルだけ、あ、リーダースキルはめっちゃいい感じですね。かなり強くなったかなとは思います。はい、でスキルも強化入ったんでレムー結構使えそうな感じありますね。まあ、今使うかどうかって言われると結構怪しいけど、ただまあ強化はめっちゃ入ってますね。でレムー武器続きましてこちら、4ターン属性吸収無効、ダメージ軽減、火の左端で2列を火に、右端で2列を火薬に変化と、これが14ターンです。こちらは軽減が増えましたね。軽減増えて強くなりました。ノルザーリーダースキル強化入ってます。水の攻撃力と回避力が5倍、スキル使用時攻撃力が4倍、回復攻撃してダメージを半減、3コモ加算です。誰が使うん。で2019年やねこれ、2020年やねこれ。ダメージ半減だけでももう違うよね。昔のノルザは確かにやばかったけど、今別に半減だけでもノルザはもう使われんだよね。まあ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 、よく入りましたけど、まあ、強いて言うならちょっともうちょい軽減率欲しかったですね。ダメージ半減だと低すぎるので、もうちょい軽減率欲しかったなって感じです。はい、これあれですからね、ノルザとかレムとかって変身キャラですからね、一応。そう、ちょっとだからもうちょい強化欲しかった感はあるけど。で、ノルザ武器ですね。スキル5ターン2コンボ加算、ダメージ半減、6解除に、水回復ドロップ認可が16ターンスキルです。さあ、最後ですね、アルジェまず変身後がこんな感じ。1ターン HP50% 回復、ダメージ無効貫通、6解除に、属性ドロップ認可が4ターンスキルです。もともと5ターンだったんで、強化入ってるし、かつ6解除も増えたって感じですね。リーダースキルは4色同時攻撃で攻撃力が22倍、固定1000万ダメージ、木の HP が 1.6 倍にドロップ5個 L 字消してダメージを半減って感じになってます。これがアルジェの性能です。はい。まあ、リーダー運用はね、正直ね、もう今多少かマリールとかサクヤが強いんであんまなさそうですね。で、アルジェ武器、3ターン HP を全回復、ダメージ無効貫通、6解除に5属性ドロップ変化が20ターンスキルです。26から20になった上にいろいろ強化入ってるんでかなり強い感じしますね。これがアルジェって感じになってます。はい。ここら辺のね、フェス限10体強化に関しては、まあ、ぼちぼち強化入ったな、ぐらいの感じですけど、まあ、サルネ進化後とかは、周回性能かなり上がってて、使い勝手めっちゃいいと思います。あとはね、このベロア、普通にサブとして使えるようになったかなって感じ。まあ、あのね、自分の攻撃力20倍置いといて、10強闇列3つあるんで、まあ、サブ要因で入れてあげたら、普通に火力枠では使えそうな感じはありますね。あとはまあ、そうだな、あ、一応リーチェ。リーチがね、5ターン属性吸収ダメージ吸収無効なんで、周回でめっちゃ重宝されそう、これ。例えば、闘技場とかで後半このスキル打って全部対策するみたいな方法が取れるので、この5ターン吸収属性吸収は結構強いんじゃないかなとは思ってます。これがリーチですね。はい、っていう感じが今回の既存キャラ強化情報です。まあ、マディは最強ということがね、これで伝わったかなとは思います。はい。続きましてこちら、神々の成績、新フラー登場です。バルキリーシールのフラーをクリアすると、転生後の降臨が実装されます。こちらですね、こんな感じで、あ、ごめんなさい、リーダーサブスケットに後のを実装する必要がありますが、これを入れて挑戦することで、ボスの奇跡を必ずドロップすることができると。まあ、性能はね、さっきの動画で話したんで、パート1ぜひよかったら見てほしいんですが、ノームはね、でも意外とそんな別に強くはないかなって感じ。なんか、最強ってわけでもなくぼちぼちって感じやね。これが後の性能です。はい。まあ、これね、もう実装は実はめちゃめちゃ早くて、メンテナンス後からすぐに来ますので、11月4日でメンテナンス後、ぜひ頑張ってみてください。そして、もちろんこれが来るということは、アトノン確定も来ます。2140円でアトノン確定ですね。もしアトノン欲しい人は絶対ゲットしてください。最後、バージョン 19.7 アップデート情報です。はい、テクダンに神々の成績が追加されます。そして、こちら。動画視聴で専用ガチャ利用可能です。はい。こちらが今回の、アップデート情報となっております。はい。まあ、という感じがですね、今回の情報でした。まあ、既存キャラ強化はかなりいい感じなんじゃないでしょうか。で、まあ、ただ、ちょっとまあ、もうちょい強化してほしかった願望もありつつ、こういう既存キャラに使い道を出してくれるだけめちゃめちゃありがたいっていう気持ちもありますね。はい。まあ、ということでね、まあ、ぜひ今回の強化を踏まえて何交換するかとかね、考えてもらえればなと思っております。
ということで、今回はパズドラの公式要素を3本かけてまとめる動画でした。パート1、パート2、パート3とここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひよろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。